フォーマは、NTT ドコモの IMT-2000 サービス。英語、フリーダムオブモバイルマルティメディアアクセスの略。第三世代移動通信システムである。スキー場でのフォーマエリア表示看板フォーマ第1号 TB 電話、P2101V フォーマ用、ドコモ UIM カード NTT ドコモは、旧社名であった、NTT 移動通信網時代の1994年頃から、 is-95 とは異なる方式として、大容量通信が可能な次世代携帯電話の技術研究開発に着手する。1995年12月には、当時の郵政省から無線局面居城を得て、千葉県船橋市で WCDMA 技術を用いたにメガ b p s での伝送に成功した。1996年からは、 IMT-2000X 策定と実用化に向けての開発がエリクソン、松下通信工業、富士通、NEC、三菱電機、東芝など複数の移動体設備機器関連メーカーや郵政省等公的機関と共同で進められ、1998年には大容量通信を活かしたテレビ電話機能などを搭載したモックアップ機がビジネスショーなどに登場した。 しかし、モノクロ液晶のムーバで、i モードサービスが開始された時期に、高速通信や動画再生などの演算処理が行える高度な半導体が求められ、生産技術が未だ追いつかない状況だった。それでも1999年から既存のムーバによる i モードの成功や、携帯電話端末の価格低下に伴う、購入用以下から爆発的に回線数が増加し、 周波数帯が逼迫してきた状況から IMT-2000 計画による2001年の実用化が求められた。韓国勢など世界各国の関係企業団体で構成された 3GPP での WCDMA 使用決定前にドコモが自社と日用パートナー企業で開発をした DSCDMA 形式で次世代移動通信サービスの開始準備を進めた。 3GPP が遅れて策定した後に、んつや 3G の名称で世界的に普及するリリース99形式と互換性がなかった。結局 j e をはじめとして、その後に WCDMA を採用したキャリアは、さらに新しいリリース4を使用していたため、PDC 方式に続き、世界で孤立した。2000年11月には、 この次世代移動体通信サービスの名称をフォーマに決定し、2001年5月よりおおむね国道16号線内側の東京都内、横浜市、川崎市をサービスエリアとして商用実用化することを発表した。しかし、サービススタートを急いだあまり、サービスエリアや携帯電話端末、交換機といった設備を検証する必要性から2001年4月に、 ドコモインターネット公式サイトを中心にサービスエリア内で端末を使える個人、法人モニターを4500人募集し5月1日よりモニター試験の形でサービス運用を開始した。モニター端末は10月のサービス開始時に市販化される N2001 か P2101V データ通信カード型の回2401が対応された。 そして同年10月1日に世界で初めて第三世代携帯電話の正式サービスを開始した。宇多田光の新曲トラベリングを起用した宣伝活動を9月末より大々的に展開しサービスが開始されたが当初発売されたホーマ音声端末の N2001 と P2101V は 503i と同程度の機能高速データ通信といった程度にも かかわらず、同時期に発売された5 0 3イズシリーズと比べて厚みと重みがあり、一回り以上大きいサイズである上、連続待ち受け時間が高五55時間と極端に短かった。このため初期のシリーズは、電池パックが2個付属していた。サービスエリアについては、2GHz の周波数帯を使用する W、CDM への通信方式が未熟で、 端末が全世代のムーバーとのデュアル方式でなかったために1995年に登場した初期の PHS 並みに繋がらない県外になる、切れるなどの不満が頻発した時期もあった。周波数の特性上、サービスエリア内でもアンテナが設置されていない地下街やトンネルビルの高層階などではほとんど県外であった。このフォーマー開始時の反省から、 後継サービスのクシーの端末は全世代のフォーマットのデュアル方式となりエリア問題に対処した。コンテンツ関連ではムーバの i モードメニューと互換性がなく40から60%程度のメニューサイトが未対応であった。これらの要素から一般市場に受け入れられなかったとされる。しかし2001年11月にはサービスインから出遅れた形ではあるものの i モーションが スタートし2004年に第二世代携帯電話からの乗り換えを狙って積極的に展開する 900i シリーズが登場するまではフォーマは最先端の携帯電話であることを感じさせる製品群が揃っていた2002年3月から着々とサービスエリアの拡大を続け2004年2月にムーバーよりソフト面で高性能となった 900i シリーズが登場 2005年の 901i700i シリーズからは、ムーバと類似した型番ルールになり、ムーバからフォーマへの移行も進み始めた。2004年に登場した i モードファリサのサービス開始当初は、P506IC、SH506IC、SO506IC がリリースされ、回 900IC 等と並行して展開された。901i シリーズでは、 SH901IC、N901IC SH、K901IC、p 9 0 1 f のみであったが、9 0 1 e 以降の機種では、標準装備されるようになる。また721シリーズにも装備されるようになり、i モードファリサの対象機種台数増加に拍車をかけた。WCDMA 方式の特徴である、海外ローミングへの対応は、 フォーマの DSCDMA 形式から世界規格となっていた、ツエアップデートを行わなければいけない問題があったが、2004年度に行われた大規模なフォーマ基地局の改修工事によって、急速にそれらが行われ、2005年6月に GSM や WCDMA の国際的な総合、接続認証団体のグローバルセルタフィケーション、フォーラムの認定業者となることができた。 これにより、ドコモの契約で、海外渡航先で、ローミング利用が可能なワールドウィングサービスが大幅に拡充した。なお、リリース99という企画自体は、その後のリリース4などのバージョンとも互換性が取れるものであり、これにより、ローミングの受け入れ体制に関する問題は解決された。2006年6月18日には、契約数比率が50%を超え、 2009年5月末時点では90%を超えている。2009年6月11日には契約数が5000万件に達し、NTT ドコモの主流サービスとなった。ムーバは契約者数がフォーマの5分の1に満たないレベルまで減少したことから、2008年11月、いっぱいで新規申し込みを終了することが同年8月に発表され、 合わせてムーバーからフォーマーへの変更事務手数料が廃止された。また、2008年11月5日の発表で端末のラインナップを一新。番号で種類を区別する方法を止め、明確なコンセプトシリーズを4つ打ち出した。型番は、音声端末、データ通信端末の区別なく、メーカー記号、年度内の販売順年度で表された。 フォーマ基地局2010年7月29日にはフォーマに代わる第3.9世代の LTE サービスクシーが発表され同年12月よりデータ通信サービス開始2011年の冬モデルからクシーに対応したスマートフォンが投入開始フォーマは今後エントリーモデルやフィーチャーフォンを中心としたラインナップとなる同時にフィーチャーフォンは従来の四シリーズ構成から ドコモスタイルシリーズに集約された。2013年夏モデルからは、ドコモスタイルシリーズから、ドコモ形態に名称が変更された。2011年12月末のフォーマ契約数は、約5796万契約で、ピークとなり、2012年1月以降減少している。また、テレビのアナログ放送終了に代表される、周波数体再編に合わせ、 フォーマが従前使っていた帯域の一部が段階的にクシー用に転換されるなどしており、フォーマは徐々につながりにくくなっている。今後新規に割り当てられる周波数帯域についてはすべてがクシー用に使用される方針であり、フォーマは2026年3月31日のサービス終了に向け音声通話主体にシフトしつつある。従来の電話機単位の契約から、 ホーマーカード単位の契約になるため、一つの契約で複数の電話機を使い分けることができる。また、第二世代携帯電話のムーバーより通信帯域を有効に活用できることから、パケットあたりの通信料金が安く設定されている。さらに2004年5月にパケットパックの値下げが行われ、6月にはパケット定額制サービス、パケ放題が開始された。当初は、 パケットパックとパケ放題は重複して加入することができたが2005年4月にパケ放題加入者の PC などでの通信量が値下げされたことで重複加入している人はパケ放題のみの契約になった。それと同時にパケットパック90が開始になった。また2005年11月から一つのフォーマカードに基本番号に加えて最大二つまでの番号を追加して付与できる。 マルチナンバーサービスが始まった。なお、提携している他国事業者のローミングインも可能となっており、他国から来た旅行者がローミングして使うことができる。また逆に、対応端末のユーザーが他国に旅行した際に、ローミングアウトして、提携他国事業者のエリアでフォーマを使える。ムーバーと互換性のない、全く新しい方式を使用しており、 従来のムーバの基地局が使えないことと、2GHz 帯と 800MHz 帯との電波、電波特性の違いにより、サービスエリアは狭いと言われていた。全国的にエリアのあるムーバと同等以上のエリアまで拡大されつつあり、これまでムーバがつながらなかったところでも、エリア改善の要望などによりフォーマならつながる場所も存在する。これは、 フォーマーへの有罪行を進めようとする意図から地方や都市郊外の住宅地などを重点的に基地局を設置した結果だと言える。また、開始当初は電波同様に苦情の多かった途切れやすいなどの通話の品質の悪さも現在は改善されている。事効のデュアルネットワークサービスを利用することでムーバーの端末に切り替えて使用することが可能であった。 2004年から2005年にかけて発売された 901i シリーズから、ムーバーで使用している電波の伝達性で有利な 800MHz 帯の一部を利用し、2GHz 帯と 800MHz 帯の両方を4まで使用する計画であった。しかし、ソフトバンクによって既存の業者のみに 800MHz 帯を割り当てるのは、不当との意見が出され、その時は実現には至らなかった。 しかしその後、ボーダフォンの日本法人を買収したソフトバンクに 800MHz を割り当てないことが確定し2005年6月に発表された 901S シリーズからほとんどの機種が従来の 2GHz 帯に加え 800MHz 帯に対応したデュアルバンド端末になった 800MHz 帯を利用するエリアはフォーマプラスエリアと呼ばれ郊外や山間部などで サービスエリアが拡大した。さらに、首都圏をはじめとする、東名阪の地域では、2ギガヘルツ帯の不足を補うため、900ニースシリーズから1 7ギガヘルツ帯の導入を開始した。しかしながら1 7ギガヘルツ帯という帯域は、主に加入者の急増に対応するためであり、エリアが拡大するわけではないため、NTT ドコモはこのエリアに関して抗議していない。 山間部を中心に、さらなるサービスエリアの拡大が行われ、トラフィックが増大している住宅街などにも光り張り出し方式の基地局を置く、基地局ごとに電波をチューニングするなどした。2006年秋に、ホーマのエリアがムーバのエリアを超えること、すべての JR 駅、高校、高専、大学、短大、サービスエリアパーキングエリア、道の駅をカバーした。 2006年の目標は2007年度中に屋外基地局を約7000局、屋内基地局を約3600局増設し、フォーマの総基地局数56700局にすること、及び一番つながる携帯家をスローガンに、ネットワーク品質において顧客満足のナンバーワンを獲得することとしていた。そのために2008年度よりエリアに対する、 利用者の声への対応の充実という施策を開始した。ホーマの電波調査を希望する人に対し、電話等でのヒアリングの後原則48時間以内に訪問し、屋内電波調査を行い、電波の改善を実施している。2008年10月から2009年3月末までの間に約1万3000件の調査を実施し、改善活動を行っている。 2007年3月29日には、ドコモ九州が沖縄県北大東村、南大東村をカバーし、第3世代携帯電話では、業界で初めて全国人口カバー率100%となった。2008年12月には、フォーマハイスピードエリアの人口カバー率も100%となっている。フォーマのサービス区域の狭さを補うため、フォーマで契約した一つの電話番号で、 ムーバも利用できるデュアルネットワークサービスがあった。これによってフォーマーサービス区域外ではムーバに切り替えることで通話、通信が可能になり、どちらの機種からも留守番電話や受信メールをチェックできた。ただし、このサービスには別途月額300円かかり、番号の入っていないムーバもしくは n 千七百一を準備する必要があった。ムーバフォーマーの契約変更の場合、 これまで使っていたムーバーをそのまま、デュアルネットワークの副端末として利用できた。なお、フォーマのサービスエリアが狭かった初期は、デュアルネットワークサービスがないので、行動範囲でつながるかどうか試すために、ショップ契約の電波測定用のフォーマが貸し出された。デュアルネットワークサービスの契約者は、個人、法人契約285万である。また、 切り替えの番号もワールドウィングと同じ番号なので、一時的に、ムーバーのユーザーも、フォーマとみなし、レンタルされた、フォーマ端末に切り替えて、国際ローミングに応用されたこともある。フォーマプラスエリア対応端末が普及して、あえてムーバーを2台持ちする必要がなくなり2009年3月31日を、もって、新規受付を終了した。下り最大 14Mbps。 上り最大 5.7Mbps の通信速度に対応。ホーマのネットワーク並びに端末は国際標準団体 3GPP のリリース99に準拠しているものであるが仕様で決められていない細かな部分での機能向上あるいは 3GPP 仕様の先行導入を行った。具体的には以下の通りである。特に回線交換。 パケット通信の分離制御により、災害時などネットワークが複層した際に、通話に制限をかけてもパケット通信は可能とすることで、メールや i モードの災害用伝言板にて安否確認を行うことができるようになった。ムーバーはもともと回線交換網とパケット通信網が分離されているため同様の制限は可能である。詳しくは、クシを参照。 2010年12月から現行の WCDMA 方式や HSDPA 方式などに加えて LTE 方式によって下り最大 75Mbps、上り最大 25Mbps の高速データ通信を開始した。日本国消費税法の規定に基づき価格表記は原則として消費税課税後の価格を優先する。また、本体価格とあるのは 消費税額を除いた金額である。ホーマの料金体系は、ドコモがフォーマを主軸とするようになってから、複雑、多様化している。当初のコースは、ムーバー最サイスの料金コースに当たるタイプ B の3500円に、対して、ホーマのサイスの料金コースに当たるのは、ホーマプラン39の3900円と、割高感があった。しかし、時間あたりの通話料金は、ホーマの方が、 安く必ずしも割高とは言い切れなかった。その後、ムーバーフォーマ共通の新料金プランが開始され、1年割引や通話単価などが総合的に見直されている。また、パケット定額利用プラン、パケ放題も導入された。給料金プランでは、フォーマプラン67以上のものでないと適用できなかったが、新料金プランは全プランとパケ放題の組み合わせが、 可能であった。なお、引き続き今に至るまでムーバーへのパケット割引サービスの適用はない。従来の料金プランは、基本料金に端末料金の一部を含むものであったが、国の指導などにより、端末料金と利用料金を分離した料金体系が、905i シリーズ発売に合わせて導入された。導入後、それまでの 新料金プランはコース導入後に新規発売の端末購入分についてはベーシックコースに改められ購入した端末を2年間継続して使用することを求められる新たに導入されたバリューコースでは端末料金が別払いとなり分割払いやクレジットカード払いが可能となるまたパケット利用料についても2008年10月に抜本改正され現在は 音声通話量と完全分離、定額、重量併用性が基本となった。分割払いの途中で、ドコモショップで残金を一括生産することができる。2014年6月より開始された、音声通話定額制の料金プラン、掛け放題パケアイルの 3G 専用プラン。2016年12月現在、5分以内の通話を無料とするライトプランは、 端末のみでスマートフォン初期に発売された 3G スマホは本、プランは利用できず、スマートフォン向けのプランを使用することになる。また、パケ放題ダブルは利用できず、このプラン向けのパケットパックか携帯パックを使用することとなる。905i シリーズ以降に発売された端末購入にあたっては、 以下の二つのコースから料金プランを選ぶことになる。なお、ベーシックコースの料金体系については、事項を参照。音声当初は、新料金プランとされていた。その後、ムーバのサービス終了、かけ放題パケア L の導入により、フォーマル料金プランと称されるようになった。ムーバと同一のプランかつ時間帯、曜日ごとの通話料を一律とし、 わかりやすさを重視した料金プラン。2005年11月1日に導入された。それ以降に、フォーマムーバーに新規加入した場合、従前の料金プランは選択できず、以下の新料金プランの中から選択することになっていた。2007年11月26日以降は、それ以前に新規発売された端末を利用する場合に、限りこのプランを利用できる。現在は、 印をつけたものは、新規の利用申し込みができず、利用申し込み終了までに申し込みをした場合に限り、利用できる。無料通信分は、利用料金の先払い予約分であり、プランごとの単価に基づいて、利用料金が生産され、無料通信分を使い切った後利用料金が、加算開始される。無料通信分は、パケット通信料としても利用が可能。また余った。 無料通信分は2ヶ月先まで繰り越し利用ができる。また、2005年2月より2ヶ月先まで使い切れなかった分は、ファミリー割引を契約している家族で共有できるようになった。なお、割引サービスが適用されても、無料通信分が減ることはないため、高額の料金プランにおいては、割引適用状況によっては支払った基本使用量を上回る金額を無料通信として、 利用できる仕組みになっている。データデータプランは、フォーマを電話としてではなく、モデムとして利用する場合のプランである。音声通信を及び i モードは利用できない。音声プランと異なり、無料通信分は、円分のように利用料金の全体に適用されるのではなく、プランごとに設定された所定のパケット通信分にのみ、適用される。新料金プラン導入後は、データプランを除いて、 それまで加入していた利用者のみ継続して利用できる。2005年10月末までのプラン通信量単価は、地域会社、利用時間帯ごとに異なっていたので、ここでは、詳しい説明を省く。は、本体価格。2005年5月末までのプラン2009年5月1日、現在、1パケットは128バイト。2008年10月に改定された。現在は、 印を付けたものは、新規の利用申し込みができず、利用申し込み終了までに申し込みをした場合に限り、利用できる。基本通信量単価1ヶ月の総パケット数に応じて、それぞれのパケット通信量が適用される。は、本体価格。ムーバパケットパック、定額料が無料通信分に相当するもので、パケット利用量の先払い式サービス。 パケ放題ダブルへの完全移行により2009年3月一杯で新規利用申し込みが完全に終了した。詳細は当外行を参照。なお、かけ放題プランに付随するパケットパック携帯パックについては同プラン利用時に使用可能である。定額サービスは本体価格。定額対象外となる通信については 一律で1パケットあたり0.0216円の料金が別途請求される。また、パケ放題ダブルやビズ放題ダブルにおいては、5838パケットまでは、定額401円で、それを超えたら1パケットあたり0.0864円で課金される。各上限に達すると、再び定額となり、それ以上課金されない。概要は以下に示すが、 現在新規利用可能なサービスについては、当外行を参照のこと。これは、定額制と重量制の併用、定額量値下げにより、料金体系が複雑になっているためである。備考以下では、基本料金及びパケット通信以外の付加サービス、及びその料金を上げる。ドコモの PHS サービスが2008年1月7日を、 持って停破したため、それに先駆けて、PHS 定額データ通信サービスフリードの代替サービスとして2007年10月22日に開始された。2009年6月に新規受付は終了している。なお、フォーマハイスピード対応端末でのサービスとなる理由は、伝送効率の良い方式が必要なためである。個別記事のある項目に関しては、備行は省略している。 詳細は各記事を確認。なお、備考欄に印があるモデルは法人専用モデルで、ドコモショップなど一般の販売店では一切取り扱っておらず、一般向けカタログにも記載されていないし、これらのモデルのカタログは個人客は請求、閲覧もできない。ドコモグループ各社の法人営業担当者から直接購入することになる。ホーマの最初に出たシリーズ。 2000年代を意味して2000番台となった。当初は音声端末、通信端末が発売されたが、2004年以降は通信端末のみに XXX を名乗った。2008年11月に新形式に移行した。音声端末 2101V シリーズ最初に出た、フォーマ端末である。2000番台の型番は IMT-2000 による。 また i モード機能の搭載が当然となっていたことから、型番に i を付けず、ロゴもない。初期ものゆえか、全体的に電池の持ちが悪く、また筐体も大きかった。この頃の機種によりフォーマの、でかい、つながらないのイメージが定着してしまった。テレビ電話機能付き、i アプリは503相当のものに対応している。P2101V 以外は i モーションに対応している。 2001-2002シリーズ2101と同じく最初に出たフォーマのグループである。カメラはなくテレビ電話未対応である他は2101シリーズと仕様は変わらない。N2001 以外は iMotion に対応している。フォーマ第1号機 N2001×2611-2002 年4月22日に発売されたダイヤルアップルーター内蔵モデル。 法人向け製品で一般に市販はされない。報道発表資料では200台生産と記載されているが、実際の納入台数は不明。本体は家庭用ファクシミリを B5 ファイルに収まる大きさにしたような形状で、重さは約 680g と唯一無二のター搭載の下半型 MWA 端末として、そのコンパクトさは優れていた。無性腕として、 下り384キロ、上り384キロまでのパケットデータ通信に対応している。SH2101V に先駆けて、Bluetooth 接続のハンドセット型コキが搭載されており、通信圏内であれば離れた場所から通話することも可能である。2051シリーズいわゆる新ホーマの第一弾である。以前の機種より電池の持ちが良くなり、 筐体も小さくなった。カメラはついているが、アイショット用で、テレビ電話に対応しない。51という型番は、カメラ付きということから、ムーバの 251i シリーズに由来、外部メモリーには対応していない。i ア,アプリは504相当のものに対応している。i モーションの方式が MP4 に変更になった。2102V シリーズ、新フォーマの第2弾である。 2051の特徴を引き継ぎ、電池の持ちが良くなり、筐体も小さくなった。これらの機種が出た頃より、フォーマのパッケット代が安いというメリットが認められ始め、フォーマユーザーが増え始めた。N は外部メモリーには対応していない。i アプリは504相当のものに対応している。N2701 データ通信端末これまでのに、 XXX の形式ではなく、ムーバの 50X のような形式番号を採用したモデル。906i706i まで継続した。90X シリーズ 900i シリーズフォーマの端末としては第3世代にあたる。50X シリーズの機能を採用して、ドコモのフラッグシップ形態として登場した。ムーバシリーズと共通の型番ルールを採用し、 とといいうう数字にには 50X の上位という意味も込め、一般向けに広くアピールした。全機種にクベが液晶とメガピクセルカメラを搭載した。i ア,アプリは 505i の規格をさらに拡張し、500kB の仕様になった。開発の初期段階では 2103V とされていた。2005年5月のプレスリリースで 900i を呼び、 900内号1098万台発売したと発表した。フォーマ普及にかなり貢献したシリーズだが、着歌をメール着信音に設定できない、全体的に動作の機敏さに欠けるなどの問題が残されていた。イメージキャラクターは、坂口健二と長谷川京子、なお、型番に IC が付く端末は、i モードフェリカにも対応している。 フェリカチップの供給数に余裕がないため、全機種対応にならなかった。予定されていた 800MHz 帯とのデュアルバンド機能は、800MHz 帯再編をめぐるソフトバンクの動きから見送られ、901イスから搭載された。901イスシリーズ NTT ドコモフォーマ N901 イス2005年5月17日にドコモよりプレスリリースされた。 ももと2005年に1月に公表されたロードマップに2005年度中の投入が公表されていた i モードフェリカに全機種対応をよってこれまでフェリカ端末を示していた IC ではなく IS を名乗ることになった。このシリーズから 800MHz 対フォーマプラスエリアのデュアルバンド対応となり参幹部などでエリアが拡大した。また、 901イス以降の機種同士であれば、音声通話中に、テレビ電話への切り替えができるようになる。D、K、P は、自動時刻補正に対応。また、PDF ファイルの閲覧やダウンロードができる、Adobe リーダー LE を搭載する。このシリーズ以降、フォーマ発売以来使われてきた初代ロゴがなくなる。902i シリーズ2005年10月19日に、SH902i。 N902i, D902i, P902i, K902i, SO902i がどこもよりプレスリリースされた。新機能として低学生プランも用意しトランシーバーのような通話が可能なプッシュトーク i モードファリサの新機能であるトルカサービスに対応。701i に搭載された i チャンネルにも対応している。i ア,アプリは容量は変わりないが HTML の仕様がバージョンアップしている。902i では従来までフォーマの課題となっていたキーレスポンスのもたつきの解消に力が入れられており、今まで特に遅いとされていた P、N といったリニクサース採用端末のレスポンスもかなり快適になっている。イメージキャラクターは一新され、カトゥーンの亀梨和也と赤西仁を起用。 902S シリーズ2006年5月11日に d 9 0 0 2ス、k 9 0 0ース、n 9 0 0ース、p 9 0 0ース、s h 9 0 0ースがドコモよりプレスリリースされた。新機能として 1.7GHz 帯の対応、DCMX アプリのプリセット、キモジ、おまかせ、ロック、外部メモリへのコンテンツ移行、デコメール署名、電話帳預かりサービス、 パケット通信中のテレビ電話対応等がある。また、P900 ニースは、ドコモ初のチャクータフルに対応。N900 ニース、P900 ニースが、3G ローミングに対応し、K900 ニースは、Windows メディアオーディオ形式の音楽ファイル再生に、対応。またデジタル著作権管理技術に対応している、ことなどより、n a p s t ー r Japan 等の有料音楽配信サイトの、 利用もできる。イメージキャラクターは、カトゥーンのメンバー全員。903i シリーズ2006年10月12日に、D903i、K903i、N903i、P903i、SH903i、SO903i が、どこもよりプレスリリースされた。新機能として、全機種に GPS 搭載した。このため、 携帯お探しサービスに対応しているほか、警察、消防等に通報した際の位置特定もできる。今どこサーチにも適している。また、メガアイアプリに対応。容量が1メガバイトに拡張されダウンロード、スクラッチパッドの区切りがなくなった。また、外部メモリーカードにソフトを保存できることで、さらに容量があるソフトの作成もできる。お財布携帯関連では、 ファリサのメモリー容量が約3倍に拡大され、モバイルスイカなど多くのメモリーを必要とする IC アプリも複数使用できるようになった。その他、チャクータフル、IC 通信、3G ローミングに対応している。SH903i、D903i、Kai903i、N903i は着せ替えツールに対応している。また、9 0 i シリーズのうち、 D903i, SH903i, K903i の3機種は Windows メディアオーディオ形式の音楽ファイル再生に対応。またデジタル著作権管理技術に対応していることなどより n a p s t ー r Japan 等の有料音楽配信サイトの利用もできる。SO903i はアトラック c 3形式及び MP3 形式の音楽ファイル再生にも対応している。 N903i, P903i, SH903i は SD オーディオ対応で長時間再生が可能となった。SH903i のみ Windows Media Audio と SD オーディオの2つの形式に対応している。イメージキャラクターは 902i シリーズ 902s シリーズに引き続きカツーン。一方カメラのイメージセンサは SH903i。 D903i が CCD、CC P903i がニューメイコバイヒャンを搭載し、他はすべて CMOS イメージセンサに変更された。規制替え携帯 P903i904i シリーズ2007年4月23日に、ドコモ2.0の最初のシリーズとして、D904i、N904i、SH904i、P904i、K904i がドコモより、 プレスリリースされた。今回より、形式ルールの見直しより、903イースではなく 904i となった。なお、N904i は日本での発表前に、ミラノサローネで公開されていた。新機能として、音楽を定額で利用できる歌、放題に対応した。また、2-in-1 と呼ばれる、1台の端末で2つの、メールアドレスと電話番号を使用できるサービスに、対応。 一部を除き直感ゲームに対応。また、P904i がフルブラウザを搭載したことで、全機種フルブラウザ対応になった。全機種で、Windows Media Audio 3G ローミングに対応。N904i のみ HSDPA に対応。K904i のみワンセグに対応。なお、ソニーエリクソンの新機種は発表されていないが、2007年1月に、 発表済みの s o 9 0 3 i f は、この 904i シリーズが全て出揃った後に、ようやく発売されている。905i シリーズ2007年11月1日に 905i 企画端末、705i シリーズと共に、D905i、N905i、SH905i、P905i、K905i、SO905i が、どこもより、プレスリリースされた。 全機種 VGA 以上の画面解像度、フラッシュライト3、ワンセグ、フォーマハイスピード、GSM ローミング、緊急速報エリアメール、バージョンアップした機世界ツールが標準搭載。新サービスとしては、ミュージックチャンネルが動画に対応しミュージックビデオチャンネルとなった。また、i アプリ、直感ゲームが音声入力に対応した。D905i は、 最後の三菱電機製の旧シリーズとなった。906i シリーズ2008年5月27日に 906i 企画端末、706i シリーズとともに、N906i、SH906i、P906i、K906i、SO906i が、どこもより、プレスリリースされた。ビエラ形態 P906i70X シリーズ。 700i シリーズムーバの25歳シリーズに相当する普及ラインの端末。2005年2月2日に回 700i、SH700i、N700i、P700i がドコモよりプレスリリースされた。93よりも端末値段を1万円前後下げて、より一層のフォーマ普及を図る。すべての端末にクベが液晶。 デコメールやフラッシュ対応など、できる限り 901i のプラットフォームを活用しているが、i ア,アプリの性能は 506i 相当の 230kB に、メガピクセル級のカメラを搭載とあえて抑えている。800MHz 対、デュアルバンド対応は 901i 同様、ソフトバンクとの競争により見送られている。七百0シリーズ二千五年七月十二日2回、七百イス。 SA1700IS がドコモよりプレスリリースされた。700i シリーズのセカンドモデル。800MHz タイトのデュアルバンド、フォーマプラスエリアに対応する以外は 700i シリーズとの機能の違いはない。8月3日に SA700IS がプレスリリースされた。700i シリーズ2 0 0年8月3日に D701i、N701i、P701id がどこもより プレスリリース。700i の後継モデル。このシリーズからニュースなどを自動配信する i チャンネルに対応する。音声通話中にテレビ電話への切り替えが可能。また、901イスシリーズ同様に8 0 0メガヘルツ帯のデュアルバンド対応、フォーマプラスエリア対応。それ以外の機能は、ほぼ700イスと同じ。 デザイン形態 N702ID702i シリーズ2006年1月17日に、K702ID、SH702ID、N702ID、P702i、D702i が、ドコモより、プレスリリース。701i の後継モデル。70X シリーズより、廉価なモデルが出ることになったことより、個性派モデルになっている。 機種によっては 90X の機能を取り込んだモデルもある。2005年11月12月に JATE を通過した。5月11日に SA702i、SO702i がドコモよりプレスリリースされた。7 0 2 s シリーズ2006年7月4日に d 7 0 2 f P702ID、n 7 0 2 s SH702IS、m 7 0 2 s m 7 0 2イグがドコモよりプレスリリース。702i の後継モデルで引き続き個性派モデル路線を引き継いでいる。機種によって 70X ベースと 90X ベースに分かれる。1.7GHz 帯には対応しない。2005年11月12月に JAT を通過した。703i シリーズ2007年1月16日に D703i、K703i。 N703iD, P703i, SH703i, SO703i がドコモよりプレスリリース。7 0 2 s の後継モデルで引き続き個性派モデル路線を引き継いでいる。i アプリは最低でも5 0 0キロアプリに対応。D703i, K703i, P703i, SH703i, SO703i では メガアプリに対応している。全機試着歌フルに対応している。GPS には、非対応。ドどこも中国管内では、902IS を超えた 703i のキャッチコピーで販売されている。この 703i シリーズより 70X シリーズの高機能化が顕著になり、徐々に Q21 シリーズとの格差が縮まってきた。 704i シリーズ2007年7月4日に D704i、K704i、P704i、SH704i、SO704i、L704i が、どこもより、プレスリリース。703i の後継モデルで、引き続き個性派モデル路線を引き継いでいる。D704i、SH704i ではワンセグに対応している。 L704i はハイスピードに対応している。2007年春以降発売の機種は原則 GPS 搭載としているのに 704i シリーズでは搭載されておらず、これ以後の 70X シリーズについても搭載しないという姿勢を貫いている。これについてドコモは薄型のためにやむを得なかったとしている。 705i シリーズ2007年11月1日に 905i シリーズと同時に、ドコモよりプレスリリースされた。ワンセグと再機種が4機種、L705i 及びナノメートル 705i 以外はお財布形態に対応している。デザイン家電ブランドアマダナとのコラボレーション端末 N705i また、ノキアが初めて7シリーズを開発した。D705i。 d 7 0 5 i μ u は三菱電機最後の携帯電話となった。706i シリーズ2008年5月27日に 906i シリーズと同時にドコモよりプレスリリースされた。今回は規格端末以外の P70X シリーズが発売されない。前述の通り型番変更が発表されたため、旧型番最後のシリーズとなった。規格端末 900i 以降、 超薄型モデルや高速通信対応モデル、ワンセグやカメラなど一部の機能に特化したモデル、無線乱搭載モデルなど通常モデルとは違い機能やデザイン面で個性的なモデルである。ただし、これらのモデルは通常の 90X、70X シリーズから標準機能が省かれていることも多いが、近年のモデルでは多機能化してきている。なお、 706i シリーズから登場した 706iE シリーズは実質的に 60X シリーズの後継にあたるもので Easy&Enjoy をコンセプトにしたものである。900iK 規格端末 900i 第2弾。基本性能は大きく変わらないが新機能が多く盛り込まれている。2004年6月1日に K900itP9004N900is の3機種を発表。 スカ9 0 0ットはタッチパネル Bluetooth を搭載し、P9004 は強化されたムービー撮影、再生機能を搭載。n 9 0 0ールは無線乱搭載端末で主に企業の VOIP を使った内線とのデュアル用に発売されている。パッセージデュプルやビジネスモーペレイップセントレックスなどに対応している。n 9 0 0ングはドコモの国際ローミングサービスに対応した。 最初のモデルである。K900IC は、フォーマとしてはお財布形態に対応した第一号の機種である。デコメール改善などの細かなバージョンアップに留まる、NEC 製は単に 900IS になっている。ワールドウィング初代対応フォーマン9 0 0グ九9 0 1 i k 企画端末 901IK 企画端末として、ワンセグ形態の P901IF が発売されている。 防水フォーマ素 902EWAP902IK、企画端末2006年5月11日に、企画端末として、9 0 2 s シリーズと同時に、SO902EWAP、N902IX ハイ、スピード、ドルチェ SL が、プレスリリースされた。新機能として、DCMX アプリのプリセット等がある。また、N902IX ハスピードと SH902IL では おまかせ、ロック、外部メモリへのコンテンツ移行、デコメール署名に対応。SH902IL では電話帳を預かりサービス、パッケット通信中のテレビ電話対応に対応。N902IX ハイスピードでは、着タフル、ミュージックチャンネルに対応。902IS シリーズとは違い 1.7GHz 対、バイオ認証、3G ローミングには対応しない。 また、2006年10月12日に 903i シリーズと同時に n 9 0 2 e ールがプレスリリースされた。n 9 0 0 e ールの後継機であり、それまでサポートされていなかった IEE802.11g とフォーマプラスエリアが対応になった。903i 系規格端末2006年10月12日に企画端末として 903i シリーズと同時に、 SH903IF, D903IF, P903IF, P903IX ハイスピード K903IX ハイスピードがプレスリリースされた。P901IF についで、ワンセグ対応端末が3機種、N902IX ハイスピードについで、HSDPA 対応端末が2機種が予定されている。ノーマルの 903I と異なり、 3G ローミング、GPS には、非対応なので注意が必要。また、2007年1月16日に、SO903IF が 703I シリーズと同時に、発表された。2007年3月14日に、ビジネス向けの F903IVSC が発表された。アクオス系体育から SH903IF、SH905IF、SH-0HA905IK。 比較端末2007年11月1日に 905i、705i シリーズと共に、ドコモよりプレスリリースされた。N905iμ は9シリーズでは、初めての薄型ミュー端末である。SH905iF は、ドコモでは SH、SH903iF に続く2代目のアクオス形態である。SO905X はサイバーショット形態とし、 ソニーのデジタルカメラブランドサイバーショットを冠している。p 9 0 5イ f はビエラ形態都市パナソニックの液晶プラズマテレビのブランドビエラを冠している。n 9 0 5イビスは2007年12月3日に発表された法人専用モデルで N905IMU ベースでカメラ非搭載。k 9 0 5イビスは2008年2月12日に発表された 法人専用モデルで、回 905i ベース。906i 系企画端末2008年5月27日に 906i、706i シリーズとともに、ドコモより、プレスリリースされた。企画端末 701i 系企画端末2005年8月3日に、ミュージックポーター2が、ドコモより、プレスリリース。2006年3月2日に n 7 0 1 e e c が、ドコモより、 プレスリリースされた。703i 系企画端末2007年1月16日に企画端末として 703i シリーズと同時に n 7 0 3 i μ p 7 0 3 i μ がプレスリリースされた。両モデルともに折りたたみ式第3、世代携帯電話端末として世界最薄となる厚さ 11.4mm の端末である 1.7GHz 帯には対応しない。 704iK 規画端末2007年7月4日に規画端末として 704i シリーズと同時に N704iMu、P704iMu がドコモよりプレスリリース。705iK 規画端末2007年11月1日に 905i シリーズと同時にドコモよりプレスリリースされた。L705iX はワンセグを搭載。L705iX 以外の 全機種で、お財布形態に対応している。折りたたみ形態世界サイウス 9.8mm の N705iμ、P705iμ や7.2プシュスドパに対応した L705iX などが登場した。また、2008年3月11日には SH705i のマイナーチェンジモデルである SH705EE も、ドコモよりプレスリリースされた。 706i 系企画端末2008年5月27日に 906i シリーズと同時に、ドコモよりプレスリリースされた。また8月26日には、N705i の新色モデルである N706e も、ドコモよりプレスリリースされている。世界最薄折り畳み携帯 P706iMU8、XX バンダイムーバで U600 バンダイで特殊モデルに割り当てている。 なお、800番台はもともとは、どっちもに割り当てられていたもので、すでに使われている 81X、82X、83X を避ける格好になる。80X 系原則、キッズ形態に付けられているが、下記のように例外もある。85X 系9や7等の、どのシリーズにも属さない、規格端末に割り当てられている。 フォーマーラクラク本 88XK88XK は一貫してラクラク本シリーズで展開されている。シンプレ詳しくはシンプレ参照のこと。ビジネスコンシューマー向け一家の端末は i モードには対応せず、パケ放題が利用できないがビズ放題の対象にはなる。日本のブラックベリー第1号 8707H ドコモは2008年11月5日。 従来の番号によりシリーズを区別していた形を改め明確なコンセプトによるシリーズ分けとすることを発表し同時にそれぞれのシリーズに属する端末も発表された番号の形式は単純にリリース順で付けられるようになったため購入にあたってはどのシリーズに属しているかを確認する必要があるこの法則はかつての9シリーズ7シリーズだけではなく 今後発売されるすべての端末に適用される。理由としては 70X シリーズのワ s e g HSDPA お財布携帯対応などにより、相対的に高機能化が進み、機能での住み分けが困難になってきたことが挙げられている。上位機種では、アイコンシェルアイウィジェットアイアプリオンラインに新たに対応し、フォーマハイスピードがダウンロード 7.2Mbps。 アップロード 5.7Mbps に高速化し、Bluetooth の搭載数が大幅に増加した。楽ラク,ラク、本シリーズ、キッズ携帯シリーズは第5のコンセプトとして独立して取り扱う方針。またデータ通信端末も新型版で発売される。なお、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズは SO706i 以降、ドコモへの端末供給を一時休止していたため、 SO クサという型番が割り振られた端末は存在せず2010年4月発売を予定する SO-A1B が新型番発の端末となった。また本シリーズよりメーカーによって異なっていた文字入力の仕様などがほとんどの機種で統一された。先々代主要6シリーズクワーティ配列形態どこもプロシリーズ SH-A4 エドコモスマートフォンエクスペリア各シリーズに属する端末は下記のリンクを参照。ドコモスマートフォンはプロシリーズからスマートフォンのみ分割され2010年1月に新設された。なお、スマート、プロシリーズを色違い表現としたのは単にリンクを見やすくするためのものでリンク以外の部分の背景色が正式な色である。先代 主要5シリーズ2011年10月より、スマートフォンを主軸にしたシリーズ分けに改められ、これまでのドコモスマートフォンは新たにウィ、w i ズ NEXT シリーズに分割され、従来の i モード対応携帯電話は楽々本を、除きすべて、スタイルシリーズに集約された。なお、ドコモタブレットは先行して2011年9月より、展開している。また、ォーマーだけではなく、 3.9G のクシー対応の音声端末、タブレット端末もこの5シリーズのどれかに属することになる。現、主要5シリーズ2013年5月より再度シリーズの再編が行われ、Wiz、NEXT は再びドコモスマートフォンに集約され、スタイルはドコモ形態に名称が改められた。他にもドコモ楽楽本シリーズはドコモ楽楽本に変更。 キッズ携帯ジュニア携帯と名称が混載していた、低年齢層向けの端末は、ドコモキッズジュニアとシリーズ名が付けられ、ドコモタブレットと合わせて、すべてのシリーズ名が、ドコモに統一された。コンセプトモデルソニータブレット、キッズ携帯法人向け端末データ、通信端末ブックリーダーお便りフォートパネルフォーマ、指キタスモジュールハット後に折り 100Mbps。 112.5Mbps 上り 37.5Mbps に高速化。ありがとうございます。